こんにちは。木ってすごいですよね。木っていうのはいろんなメモリーが入ってるみたいですよね。それを人間のわかる言語化することはまだできませんけども、なんか人に言わせれば木には感情があるとかね、嬉しいとか悲しいとか感じるそうじゃないですか。それどうやって確かめたのかなと思うんで前つばですけども、まあ木が喜んでるっていうふうに思いたい、そういった人の心理はあるでしょうね。はい、それで今回なんですけども、まさにね、世の中のスピードがすごく速くなっていて、で普通は世の中って人間たちが起こすものだと思っていたんですけども、人間を超えた意識生命体というのいますかね、テクノロジー、時によってはバイオテクノロジーですよ。いわゆる人間の細胞が極限まで機械化されたものと、機械を極限まで人間の細胞に近づけるものが一致する到達点というのがあると思うんですよ。だからそこに来るんじゃないかなと思うんですよね。で、量子コンピューターって凄まじいでしょ。消費電力が少なくって、それでいて演算のスピードが速くって正確さも高いというね、文句のつけようがないもんですよ。もはや人間が考えない方がいいんじゃないかなと。手塚治虫の作品にこんなのがあったんですよ。それは機械が支配する世の中です。人間は感情によって間違いを犯しちゃったりとか、自分の仲良しに対してやっぱり忖度したりするっていうところがあるんで、おおよそ判断が公平じゃないんですよね。でもシンプルに最善の方法を導き出すための機械ができた時の都市運営ってのは、ものすごくね、平和が維持されて、食料が足りなくなることはなくって、電気も十分行き渡っていて不足がないってことなんですよ。そのマザーコンピューターの言う通りにやれば、誰一人落ちこぼれることなく不満なく生きていける、そういうふうにされている。だから人間は徐々にね、感情を出さなくて済むようになったらしいんですよ。さあ、その中でその都市の市長とされている主人公がある日コンピューターにね、私はね、何々ちゃんと結婚したいと思うんだけどもどうかなっていうふうに相談するんですよ。そしたら機械は最適解をもたらします。あなたはあの人と結婚したら大変なことになるのでやめた方がいいですよと。そうするとその市長はね、そんなわけないだろうと、人間にはな、お前らには分かんない愛ってものがあるんだ、その愛でいろんな困難を乗り越えていくんだっていうわけですよ。そうすると機械は、愛なんて不確定要素に携わるあなたの精神がもうおかしくなってるから、あなたをね、処理しますみたいな感じで、その町から追放しちゃうんですよね。で、本当は人間が機械を信用して機械の言う通りに信じればよかったのかもしれませんね。よく言われることなんですけども、結婚っていうのはすごく大事な瞬間なんで、最も客観的に冷静に考えなくてはいけないんですよ。でも人間が最もね、理性を失って感情的に主観的に考えてしまうのが恋愛なんですよね。感情に振り回される瞬間なんですよ。本当は一生の問題だから冷静にならないといけないのに、冷静さを失ってしまって恋愛で熱くなるのがそういった心理だとしたら、なんとも人間はね、不条理なもんですよね。皮肉なもんですよね。そしてその一番大好きだった瞬間っていう負債を持つから、別れたいけども環境的に別れられないっていう時間が過ぎてしまうんですよね。ああ、あの時この恋愛がうまくいったかばかりに一生の負債を負ってしまったと思うような男性も多いんじゃないかなと思いますし、女性もいるのかもしれません。はい、ですんでね、私思うんですけども、全ては不確定要素に包まれているわけですよ。だから不安定に強くならなければ、結局は安定した時しか生きていけないような脆い人間ができてしまうのかなというふうにね、そう考えていると、木っていうのは嵐の時も地震の時も台風の日もしっかりと大地に根を張って、今日も人間よりも長い人生を生きてるなと思ったら、かなわねえなと思いますよね。はい、それではね、今日のテーマ木ということでもらったんですけども、改めてね、命ということでお届けしたいと思います。命の不思議さでございました。